で、4連勝しました。なので、このセット、もう1勝してね、5連勝したら、2500に復帰できるのかなと思います。なので、280ぐらい、レート戻したっていう状況になりますので、このね、セットね、マジで集中していきたいなと思います。ねえ。もう、2227になった時はもう、2500なんかに戻るっていうことはもう考えられなくて、もう引退しようかなと思ってたんですけども、まあみんなね、そこら辺のレートでも全然強いので、ここまでね、戻るとは思わなかったんで、ただね、もうこの立ち回りっていうのはね、もう自分の中で確立してたので、頑張っていきたいなと思います。これね、僕、コメットパンチ打つんですけども、あ、こいつ、あれやね、コメットパンチ確定やないですか、これ。はい、これ僕自信打ちます。このパターンだと自信打ちます。さすがに。OK。キスがいた。よかった、変えて。危な。張ってくる。厳しいか。よし。よし。神回、神回。これは神回。いやいやいや、相手のプレイングミスにね、助けられましたけども。いやいやいや、スワイプ調整するか迷いましたけども、まあね、ドラゴンクロウ思い切って打って、ちょうど止まりましたね。よかったです。ありました。多分、泥かけじゃないわ。なんで、結局、多分、波乗りとか馬鹿力、どっちかはね、もう、溜まって同発だったかなとは思うんですけども、制しましたね。うわぁ、すっげえ、神回。マジで神回。大事なことは何回も言いますって感じですけども。ああ、すごい。せんやな、じゃあこんぐらいか。ふう、さあ、レートは2500戻るんでしょうか。まあ、51兆は確定だとは思うんですけどね。今んとこ、一番低くて51。で、まあ、59とか、そんな辺もあったので。はい。行きましょう。よしよし。でかいでかい。60も上がった。よしよし。あと6で、シーズン4の最高レート更新ですね、また。はい。ご視聴ありがとうございました。